はい、ゆかりんですよ。こんばんは。田村ゆかりです。すごい広いね。すごい、2階の上の方とかもちゃんと見えてるからね。はい、ということで、やってまいりました大宮ソニックシティ。はい。あ、つい、あのね、私すごい気になってたのがね、最初に扉が開く前にこの後ろに待機をしてるの、扉。そしたらね、音楽が鳴っているだけだと思われるところでゆかりーんって言ってて、誰がいたんだろうって思って、みんなの心には見えるゆかりんがいたのかなって思ってね、すごい後ろでずっと私はここにいるよって言ってたんだけど、誰にも届かずみたいな感じで。はい、あの予行練習だよね、もちろん。そうだよね。はい、なんだろう、すごいみんな最初から飛ばしまくりで、ついついつられてすごい頑張っちゃったら途中でゲホーってなっちゃって、まあほどほどに頑張っていきましょうみたいな。ゆかりんにメロメロメロンのコーナー。はい、ということでここに心が汚い人にも見える魔法のステーキがあります。先週大阪でやった時はステッキは心の綺麗な人にしか見えない形だったんだけど、なんか見えないって人がいっぱいいたみたいなんで、これは急遽買いに行ってもらったんですけど、じゃあルールを言います。ルールは至って簡単。これをゆかりんがテロリロリンエイとやると、あなたたちはみんなメロメロになります。なるに違いありません。なので、すごいオーバーリアクションでうわーとやって後ろに流れてってください。大丈夫？じゃあ一斉にやるんで、2階の人は油断せずに俺かって思ったらうわーってなってね。いくよー、テロリロリロリー。うわー、2階もー、思いのほか広くって疲れちゃった。はい、あ、もうウェーブみたいなのやったから座っていいですよ。
変わりましたか？でも立とうって思ったら立ってくださいね今じゃないよはい、なんだ、大宮の人ってどのぐらいいるの？少なえ、みんな遠路はるばる遠くから来た感じですかね？じゃあピンポイントに石川県から来た人いないですね。一人も、いる？お、いるんだ。石川県ってどこにあるんだろうねじゃあ、愛媛から来た人いない？皆無？いる？いるけど、ごめん、あんまり興味なかった。何県から来てくれてても、まあ、みんな嬉しいことには変わりないなって思ったので違うの、なんていうのかな、長かったサマーライブツアーも今日で千秋楽じゃん先週始まっていきなり折り返し地点だったんだけど、だからなんかね、その行った先々のご当地のお話をしなきゃって思って大宮について考えてみたの。だけど車で結構すぐ来れちゃってあんまなんかこう思い出とかもなくて、でゆかりの埼玉のイメージはテレビ埼玉が見れる人はどのぐらいいるの？テレビ埼玉でね、アニメを見てるとね、絶対ね、終わった後で触れ合い戸田っていう CM ない？あるよね。それを見ると、あー、埼玉なんだなって。苦しいよ。無理だよ、埼玉トーク。だって無理なもんは無理なんだもん。埼玉のいいとこあげてみて。ごめん、黙って全然分かんなかった。もう埼玉はいいです。あ、素敵な街だなって思いました。はい、仕事でなんか戸田駅に行くことがよくあったんですけど、もうないんですけどね、あそこは普通電車しか止まらなくて、うかうかしてると大宮まで連れてこられちゃうっていうね。そこがここはい、ということで、もうちょっと苦しくなってきたので次の曲に行きたいと思います